はい、こんにちは、まるんぽチャンネルのまるんぽです。はい、今回もご視聴ありがとうございます。はい、今はですね、北海道上富良野町の方にございます美人ヒルズベースさんの方に来ております。はい、こちらの方ね、車旅パークになるんですけども、はい、以前ね、多分ご紹介させていただいていると思うので、ぜひね、そちらの方も覗いていただけたらと思うんですが、はい、今回はね、この北海道のね、富良野の地域というのかな、はい、こちらの方をね、ちょっと巡っていきたいと思います。はい、最後までご視聴していただけたら嬉しいです。はい、ということで行ってきます。はい、車旅パークのね、リジンヒルズベースさんの方今出ました。はい、もうそちらからね、2キロぐらいかな、もうメイン道路の入り口の、ところにね、次の目的地、はい、カンノファームさんっていうところがあります。で、今日はですね、まだ6月の23日っていうことで、まあどこまでね、花が咲いてるかとか、はい、っていうところがあるんですけど、やっぱり富良野って言ったらね、ラベンダーを中心にこう、そういうね、まあ、花とかね、そういったところを楽しむ街やと思ってるんで、まあできるだけちょっと咲いてほしいんですけどね。ただまあ昨日までね、ちょっと涼しかったんですけど、今日は朝いきなり暑くなってるんで、この暑くなったタイミングでポポってこうね、花がこう色づいてくれへんかなと期待したりとかもしてるんやけど、そんな甘くないかな、はい、っていう感じで、はい、まあ、そうこう言ってたらね、もうメイン道路がもう前に見えてきてて、はい、カンノファームさんも見えてますが、はい、まあ、もちろん木の通ってるんですけどね、あんまり変わってへんな土丸だし、はい、まあ、とりあえず寄ってみます。はい、では行ってきます。はい、もうすでにね、もう前に見えてるのがカンノファームさんだと思います。もう全然何もなんか咲いてへんし、トウモロコシもなんか背短い短いし、あ、これカンノファームさんね。はい、ちょっと一部だけね、ちょろちょろっと咲いてるんで、せっかくなんで、はい、寄りたいと思います。で、ちなみにね、この富良野、上富良野富良野にある、まあ、いろんなそのね、なんちゃらファームみたいなのあるんですけど、ほとんど入園無料なので、はい、まあ、すごいありがたいというかね、はい、っていう感じです。はい、ちょっと、はい、行ってきます。はい、一応こんな感じでね、はい、いつもね、咲いてるところもあったりしますね。でもこれやっぱりもう7月、8月はすごい綺麗にね、咲くと思うんで、ぜひね、皆さん寄ってほしいなと思います。はい、まあ、ここら辺にね、いろいろとお花があったりしますけど、はい、そんな感じで、とりあえず次行きます。はい、今ちらっと左手の看板、フラワーランド上富良野さんのね、めっちゃこう花鮮やかな看板が立ってたんですけど、今から行くのがね、そのフラワーランド上富良野さんなんですけど、まあ、やっぱりフラワーランドというぐらいからめっちゃ花咲いてるはずですけど、ちょっと期待して、はい、ちょっと行ってきます。まあ、距離で言うと先ほどの、ところから5キロぐらいかな。はい、行ってきます。はい、道中のね、田んぼっていうのかな、これ分からへんけど、めっちゃ花満開なんやけど、はい、これぐらいっていうか、生えてくれてたね、生えてくれてた、咲いてくれてた、はい、ということで、まあでもね、こうやって走ってるだけでも景色がいいんでね、はい、なんか気持ちいい感じにはなりますけど、左手に見えるのはジャガイモの花らしい。ジャガイモもめちゃめちゃ綺麗だけど、なんかもうこれまっすぐ行ったらフラワーランドさんに着くんじゃない？なんかフラワーっぽいのは全然見えないんだけど、あの建物の裏にあるのかな。はい、まあちょっと行きます。すっごい、この道、なんかこういう道はなんか北海道ならではですね。あ、左にまたジャガイモの花がいっぱい。あー、すごい、あのなんか山の上っていうのかな、丘の上っていうのかな、あるみたいですね。すごい、この坂もやっぱり白川が両サイドにあって、結構いい景色や。左側もめっちゃなんかいい感じ。一応ね、フラワーランド上富良野さんに来ました。結構なんやかんやで乗用車は結構止まってんの、
せっかくなんで止めたいと思います。はい、フラワーランドのね入り口はこんな感じです。ここからね入場して中のねはいファームの方に入っていく感じですね。はい、中入ってきました。まあ全然ね咲いてへんわけでもなく、まあ数はねすごく少ないのと黄色いお花ばっかりですけど、一応咲いてるので、まあよしとしましょう。でも景色がやっぱり最高やな。はい、ちなみにね入り口のところにこういうトラクターのねトレーラーのやつがあります。これ大人ね600円で乗ることができて、このねファームをずっと回ってくれるのかな。はい、まあ一人でもね一応こうやって回ってくれるみたいです。はい、ちょっとね中の方に入ってくるとこういうねあの写真を撮るところですよね。日にちの入ったやつがあって、北海道をねかたどってて、あの多分白いやつが今いる場所ぐらいをね示してるのかな。はい、であちらの方なんですけど、なんか額みたいなやつがあって、こっから見るね景色がすごい絶景っていうことで、はい、同じです。あそこの旭川ラーメンがめっちゃ気になる、あののれん。はい、はい、フラワー園行ってきました。次はねちょっとまあ2軒フラワー園的なやつがね続いたんで、次はいよいよやっぱりプラノといえばねラベンダーやと思うんで、そのラベンダー園の方にね行きたいと思います。あんまりちょっと期待はできないですけど、はい、では行きます。はい、こっからね展望台入り口っていうことなんですけど、もうなんかちょっと雰囲気はいいよねこれ。もうなんかどうやろう、ラベンダー最悪咲いてなくてもいいんじゃない的な、なんかねその左手にこうそびえ立つ木とかすごい雰囲気出してるし、あの右に赤い屋根のあれね小屋。っていうかこれ右側のこれ全部ラベンダーちゃうの？全部ラベンダー。ラベンダーなんかモコモコなってるラベンダー。ああ、ええー。ああ、いいよ、全然咲いてないよ。ちょっとだけ。あ、でもそれなんかちょっと前。ほらほら紫の、ああこれがこれ咲いてる感じ。はい、日の出ラベンダー園来ました。はい、景色ねやっぱりかなりいいっすね。ちょっと丘の上からっていう感じなので、はい、上富良野 8K っていう感じでねそこ書かれてます。あ、いい景色いい景色。ちょっとねこちらの方展望台あるんで、せっかくなんで登りたいと思います。よいしょ。はい、展望台登ってきました。あの前に見えるのがね十勝岳連峰っていうのでね、はい、十勝岳とか美瑛岳とかね富良野岳とかが見えてます。ぐるっとねこんな感じで、はい、景色が見える感じかな。うん、すごい、あの、なんや、あの、藁がね、まとまってるやつ、めっちゃいい景色。あ、いいな、やっぱり。こう、なんかやっぱり場所場所によってこう、見える景色が違うっていうのがね、むちゃくちゃいいですね。はい、行ってきました。はい、日の出公園ね。まあ、ラベンダーはちょっと残念ながら、ちょっと右手ね、今咲いてるのが見えるんですけど、はい、こんな感じで、あ、めっちゃ綺麗、これ何これ。ブルーキャットミントやって、また違うんやな。まあでも綺麗なめっちゃ、はい、っていうことで、まあでもなんかラベンダーと思ってたけど、ラベンダーが全てじゃないなと思いながら、ちょっと景色もねやっぱりしっかり楽しめるんでね、はい、まあ次に行きます。はい、来ました。すごい、あのメロンのオブジェすげえ。はい、ということでね、ここだけの味、特製ソフトクリームをちょっといただきに、味がいいか。はい、来ました。着きました。むっちゃ前、目の前どこでもドアや。
はい、サンタのヒゲさんに来ました。ここはね、あのメロンの上にソフトクリームがくるくるね乗っけてくれるっていう、なんか乗っけてくれるんかな、まあ、そういう商品があるんですよね。まあ、ただちょっとメロンがね7月からなんですよね。ちょっとあるかどうかちょっと見に行きたいと思います。はい、一応ねこんな感じで M サイズ、S サイズ、なんか夕張メロンと普通のメロンみたいな感じですね。まあ、それによって値段差がちょっと結構ある感じです。まあ、せっかくやったらやっぱりね夕張メロン食べたいんやけど、あるんかな、そっちの問題が心配。お、来ました、夕張メロンですね。メロン、M サイズの方の、バニラにしました。で、今のシーズンはなんか S サイズは茨城産のメロンになるみたいです。こっちの、ね、M サイズは夕張メロンです。はい、2300円になります。はい、では早速ねちょっといただきたいと思います。いただきます。ソフトクリームから、すごい、普通にうまい。じゃあちょっとメロンをいただきます。メロン、やば、ジューシー、もうジュースやん、これ。これはうまい。幸せ。これは一番の幸せかもしれない。もうマジ、マジうま。一応ね、外の方なんですけど、まあ、こういった感じでテラス席もあって、ここやったらワンちゃんも OK です。しかしうまい、これは。来てよかった。はい、ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。ぜひね、おすすめです。では、次行きます。はい、サンタのヒゲさんでメロン食べてきました。はい、まあ美味しかったです。単純に美味しいやろっていう感じやけど、はい、ということでね、また次は何やろ、ラベンダー畑にねちょっと行きたいと思います。ファーム富田さん着きました。あんまり観光客はいません。はい、ちょっと覗いてみたいと思います。はい、ファーム富田イーストさんの方に着きました。もう一個ね、もともと、あるファーム富田さんがあるんですけど、そっちはね、後からちょっと行きたいと思ってて、こっちは多分新しい方なのかな、はい、っていう感じです。まあ、ラベンダーでね、有名な、はい、農園になります。ちょっとね、入っていきます。すごいな、結構めっちゃ咲いてる、美しい、すごい。なんかねテントみたいなタープがね張ってあったんで、ちょっと見に来たらラベンダーイーストの湯っていうので、いいっすね、足湯があります。はい、今日のねランチはこちらフラノバーガーさんの方でねちょっといただきたいと思います。はい、フラノバーガー来ました。これね、パンはこちらの、FB ベーカリーさんというところでね作られてるみたいで、あとはね、結構ね地元のお野菜を使ったりとかね、はい、されてる感じです。中のね、この肉のパティとか、あとこのベーコンとかも地元の豚とかね、使ってるみたいです。すごいボリュームエグ。やば。うまっ。いただきます。いただきます。めっちゃうまい。さすが北海道。ハンバーガーめっちゃうまい。
ちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。ぜひね、おすすめなんで、はい、こちら来てください。フラノバーガーさんです。はい、フラノバーガーさん行ってきました。むちゃくちゃボリュームがすごくてね、すごく美味しかったです。なんかハンバーガー100名店とかね、食べログさんのやつでなんか評価されてるみたいで、ランキングに載ってるのかな。はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ぜひぜひ皆さん来て行ってみてください。で、次はね、やっぱりフラノと言えばね、名作ドラマ、ドラマなんかな、はい、北の国からって、正直僕あんまり見てなかったんで、あんまり知らないんですけど、まあ、せっかくやっぱりね、富良野といえば北の国からぐらいは知ってるんで、ちょっと行きたいと思います。はい。まあ、逆にね、ここでそれを知って、後からね、多分いっぱいこう、ドラマが、まあ、いろんなサブスクで見れると思うんでね、まあ、そっちを逆にこう見に行くっていうのもね、いいのかなってちょっと思ったりします。はい、では向かいます。はい、拾ってきた家っていうね、セットがあるところです。はい、に来ました。すごいな、こういう遺言っていうね、モニュメント、まあ、なんかいろいろ書かれてますけど、すごい心が打たれる感じ。ちょっとね、中入っていきたいと思います。このゴンドラもね、セットで使われたんでしょうね。なんか禁煙所になってるけど。はい、北の国のね、こちらのセットのこう作ってる写真があったりとかね、はい、このセットが使われた、まあ、写真があったりとか、あとね、北の国からのね、まあ、視聴率とかね、まあ、こう歴代のこうなんか、はい、放映されてた、はい、放送されてたね、ドラマのやつが書かれてます。はい、でこちらの方がね、北の国からのロケ地の拾ってきた家、やがて町っていうね、はい、ところになります。中まで入れるのかな。結構なんか前の大きいやつと左側にもね、建物があります。ちょっと行ってみます。なんかすごいな。家にバスが埋め込まれてる。まあこういう再利用の仕方があるんやな。なんかこちらの方を見てるとね、物がこんなに捨てられていくならオイラが拾ってきて生き返らせてやる。すごいこと。ちょっと中入っていきたいと思います。すげえなこれ、中石でできてるんですね。ちょっとこの辺ドラマを見てないので、ちょっと見てる方にとっては何言うてんのっていう話なのかもしれないですけど、ちょっとね、改めていつか見たいなと思いますが、すごいな、ジュンとユイの家っていうのかな。はい、へー、面白いな、うん、ここ玄関か、こんな感じでね。これそのままのセットなんやろうけど、パソコンとかもあんねんな。このコーラのカレンダーとか、うん、いや、すげえ風呂、五右衛門風呂みたいな、バーみたいな感じ。カメムシ発生のため使用中止してますって、バスのところですね、後ろのね。ああいうビデオもちょっと懐かしいですね、今から思えば。はい、黒電話。はい、ここはね、メインの一番大きいお家かな。なんか窓がね、ゴンドラになってますね。なんか面白い。なんかこの辺のこういう素材もトラックの、ね、コンテナの部分みたいな感じで。ちょっと中入ります。すごいな。
対これゴンドラやもんな。結構中入ると広めですね。ただ平やからいやね、卵のパックはパックというか、ね、あれがいっぱい敷き詰められてる。はい、もう一回ね、小さい家があるんですけど、それぞれなんかあれですね、あの名前が住江、住江って書いてるんで違うんですね。すごい自動ドアって、あ、ここはちょっとコンパクトな一人暮らしぐらいの感じかな。でも絶対やっぱり出窓はゴンドラなんやで、上は卵のパック2階建てはロフトある、おしゃれロフトはい、これらのね建物全部基礎の部分がね、タイヤ、トラックのホイールか、ホイールの部分が基礎になってますね。あとこのコンテナのとこの下は金庫、すごい発想やな。確かに強いけど、はい、はい、拾ってきた家っていうね、はい、ところのセットを見てきました。ここは2002年ぐらいにあの使われてたセットなんかな、だから比較的まだ新しめなんかもしれないですね、はい、で一応、こちらの方をですね、あの中に入るのが500円になるんですね。で3箇所ありまして、それぞれ500円かかるんですけど、3箇所セットの、ところに行くと若干お安くいけます。はい、共通入場券はね、1200円でした。だから300円お買い得っていう感じですね。はい、まあ今回はね、3カ所もありますので、その1200円のチケットを購入しました。ということでね、次のロケ地に向かいたいと思います。はい、こちらの方は丸太小屋って言ってね、一応あのドラマの方ではね、あの消失したっていう設定になってるみたいですね。実際にはね、消失させたやつは別に建てて燃やしたみたいです。ちょっと入っていこう。よいしょ、あー、なるほど。なんか年季の入ってる匂いがすごい、うん、男やんま、ね、なるほど。こういうね、ストーブみたいなやつで調理したりしてたんかな。うん、いいね、ロフトにもなってて。はい、3番目の家っていうところに来ました。はい、こちらの方はね、屋根の上にあの、まあ、ここにも書いてますが、鍋で作った風力発電っていうのが、まあ、ジュンっていうね、子供の役の子が、まあ、お父さんにプレゼントするために作ったっていうやつですね。はい、さっきの丸太小屋が燃えてこっちに移り住んできた感じかな。よいしょ、お、すごい、完全に土間、土間ですね。ここでね、くつろいで上で寝てたのかな。なるほど。はい、石でできた家ね。すごい。ここはすごい。ここやっぱり一番すごいな。はい。ちょっとなんか今までのところもすごいんやけど、スケールがちょっと違う感じ。すごいです。
はい、ということでね、北の国からのロケ地3カ所ね巡ってきました。まあ、やっぱりねこういうロケ地に行くとですね、まあいろいろやっぱり興味も湧きますし、はい、改めてね、はい、北の国からまたね最初からちょっと見たいなとは思います。はい、ということでね、また次の観光地へ向かいます。はい、北西山ラベンダー園の方に来ました。はい、ちょっとねやっぱりまだあんまり花が咲いてなくてちょっと早かったですね。であちらの方にリフトの方があるんですけど、1人400円で乗ることができます。でそちらの方のねリフトの方もまだねやっぱり動いてないので、ちょっとね時期が早かった感じです。ということでね次行きます。はい、こちらの方はですね富田メロンハウスとね、で奥の方がファーム富田さんになります。午前中にねファーム富田イーストって言ったあの足湯をしてたとこかな、はい、あそこの、メインの方のお店になります。多分ね富良野じゃ一番大きいラベンダー園じゃないかな。まあ、メロンもね作ってることで、まあ、あのこういう風なお店があるんですけど、ちょっとね、はい、楽しみ行ってきます。すごいな、メロン売ってます。めちゃくちゃ大きい。2玉で 13,500円、1玉 6,800円ですね。 B 品になると、1万円2玉で、はい、1玉 6,300 円という感じですね。はい、こちらの方ね、カットメロンが500円で、カップの方も、ね、500円で売ってます。めっちゃうまそう。はい、カットメロン500円です。美味しそう、すごいみずみずしい。はい、いただきます。うまそう。あ、すごい、みずみずしさがある。うん、うまっ。あ、めっちゃうまい。一応こちらの方でもなんかハーフの半切りカットメロンかな、1800円で売ってるんですけど、そこにねソフトクリームのトッピングできるみたいです。プラスしたらやっぱりメロンの質はこっちの方が全然美味しいの。さっきあの午前中に食べたところにね、はい、うん、うまい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。めっちゃジューシー。こっちこれおすすめ。はい、ラベンダー畑に来ました。これこれ求めてた。めっちゃ咲いてるやん。ここだけなんでこんなに咲いてるんだ。すごいですね。人も賑わってるし、人の数もえぐい。ここまでね、すごいいろいろ手入れされてて、入園料が無料っていうのがすごいいいですね。駐車場ももちろん無料ですし、あの辺とかに結構お店があったりとか、食べるとこもいっぱいあるので、ぜひね、こちらの方、お立ち寄って、まあ、むしろもうここだけでもいいかもしれんぐらい、はい、今日の感想です。はい、ということで今回はね、ちょっと富良野の方を巡ってみました。ぜひね、皆さんも富良野、素敵なとこがいっぱいあるんで、はい、巡ってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。